前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム。今回は正念場を迎えたワクチン接種をお送りします。前橋市長が出演し、テーマに沿ってお話しするテレビ版市長コラム。今回は正念場を迎えたワクチン接種をテーマにお送りします。前橋市長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。新型コロナワクチン接種については、64歳以下の皆さんへも接種券を発送されましたが、順調に進んでいますか？はい、新型コロナワクチンの供給が本格化した5月の連休明け以降、政府が掲げました7月末までの高齢者接種の完了、それから11月末までの希望者全員の接種完了、これを目指して全国の地方自治体はワクチン接種を全力で進めています。津市のこれまでの状況はいかがですか？はい、市内在住の高齢者の皆さん、およそ8万5千人いらっしゃるわけですが、このうちご希望の方への接種を前倒しで完了する見通しがついた6月下旬、津市は国が定めた優先接種対象である高齢者施設等の従事者への先行接種を実施いたしました。津市が独自に定めた優先対象もあるそうですね。はい、子どもと接する方々への接種については津市独自の優先枠として先行させています。三重大学における高齢者接種の予約が満たなかった枠を、民間保育園の保育士さん294人に活用したことを皮切りに、保育所、幼稚園、子ども園、それから小中学校、放課後児童クラブ、あるいは児童養護施設などで教育とか、あるいは子ども子育て支援に従事する方約6000人いらっしゃるわけですが、このうち希望された約3400人を対象に別枠の特設会場を設けまして、新学期が始まるまでの接種完了を目指しています。特設会場での接種ということは、一般の方の接種には影響が出ないよう計画されたのですね。その通りです。では64歳以下の方への一般接種はどのように進められますか？はい、12歳以上64歳以下の方への一般接種は、対象となる市民の皆さん約16万6800人いらっしゃるわけで、これは高齢者の2倍近くとなりますことから、7月1日からの接種券発送に先立ちまして、予約時の混乱をですね、極力回避し、スムーズに接種を進める体制を組み直しました。どのような体制になったのでしょうか？はい、集団接種の方ですが、こちらはですね、予約枠を2割増やして、週に2832回分を用意しました。歯科医師の参加によりまして接種体制を強化し、それから経過観察ブースと薬液充填スペースを拡充するにあたって、会場レイアウトを見直し、密にならないスムーズな動線の確保に努めました。それから個別接種の方ですが、こちらは接種可能な各医療機関に直接ご予約をいただくわけなんですが、津市のホームページに接種協力医療機関リストを作成いたしました。医療機関ごとにですね、異なる予約の開始日や受付方法、それから接種日程などについて最新情報を掲載して随時更新をしています。一般接種の予約を受け入れる体制が整ったということですね。そうですね、一般接種はですね、まず基礎疾患を有し、入院あるいは通院中の方々に先行して受けていただいています。対象者は約1万3000人と推定され、7月2日からの2週間をかかりつけ医等での優先予約期間といたしました。それから基礎疾患を有する方以外の方々の予約ですが、こちらは7月16日から開始をいたしました。
集団接種それから個別接種どちらの場合も年齢の区分ごとに順次受け付けております。これはですね、予約が殺到することによる混乱を避けるための措置でありますので、皆様方のご理解とご協力をお願いしているところであります。年齢によって予約開始日が異なるので事前に確認しておきたいですね。ところで全国的にはワクチンが足りないとの報道もありますが、津市は大丈夫なのでしょうか？はい、今津市ではですね、週に1万2000人以上のペースでワクチンを接種できる体制が構築されています。しかしながらですね、ここに来て国からのワクチン供給量の見通しが不透明となり、予約枠の追加設定にですね、制約が加わってまいりました。ワクチンの需給と配備には不確定要素がつきものであります。津市における住民接種を滞りなく完了するため、ワクチン接種推進室の担当者たちは日々知恵を絞り工夫を重ねてワクチンを届け、そして円滑に接種できるよう心砕いています。今後もワクチン接種に関する最新の状況を報道発表や津市ホームページ町内回覧などから皆様に丁寧にお伝えしてまいります。テレビ版視聴コラム、今回は正念場を迎えたワクチン接種をテーマにお送りしました。前橋市長ありがとうございました。ありがとうございました。